こくりさん、こくりさん、どうぞおいでください。その不安な要素が膨らんで、本来ないものを見るようになったり、幻覚幻聴。聞こえてる音っていう、なんか感覚じゃなくなってくる。理系のカルト研、佐藤と。いのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。年末年始スペシャルということで、はい。まあ、前回ね、今、まさにいるこの場所で、佐藤が一人検証を行ったんですけども、まあ、同じところでね、視聴者の方からご要望いただいたことがあるので、竹集落羽生田村の、いわくがあるとされている廃墟の中で、こっくりさん、やってみますと。まあ、こっくりさん自体やったことないので、まあ、実際どうなるか分かんないんですけど、こっくりさんと一緒にスピリットボックスをね、使って、まあ、どういうふうに鑑賞するのかといったところで検証していきたいなと思ってます。そうですね、初の試みですが。で、こっくりさんは最低3人以上人数が必要みたいで、で、今回ね、計4人でここ羽生田村に出向いてるので、まあ、もう2人にもね、手だけ参加してもらって、こっくりさんしつつ、スピリットボックスもやりつつ、まあ、あと人感センサーと声真似アニマルとか置いていって、まあ、やろうかなと思ってます。あとね、こっちにサーモカメラをつけて、まあ、周りに何かあるか見ていきたいと思います。それではね、人数多いですが、やってみましょう。やってみましょう。とりあえず、こっくりさんの説明ですね。こっくりさんを行う時の手順。1、テーブルや机などの上に準備した白い紙を置き、参加者全員でその周りを囲む。2、鳥居の位置に硬貨を置いたら、参加者全員で人差し指を硬貨の上に乗せる。3、参加者全員でこっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。と、こっくりさんに語りかける。恒例が成功した場合、動かさなくても硬貨が一人でに、はいへと向かう。動かない場合は何度も語りかける。4、こっくりさんに質問をすると、硬貨が文字の場所に動いて回答してくれる。質問したい場合は一人ずつ順番に質問していくこと。5、質問に回答してもらうごとに、鳥居の位置までお戻りくださいと唱え、鳥居に戻ったのを確認してから次の質問をする。6、こっくりさんを終了させたい場合は、こっくりさんどうぞお戻りくださいと唱えると、硬貨が牌の位置に行き、鳥居まで戻る。鳥居の位置まで戻ったのを確認したら、こっくりさんありがとうございました、お離れくださいと言って、お礼を言って終了となるということです。なるほどね、半分分かりました。僕も半分ぐらいしか分かってない。半分分かってない。手順多いな、意外に。意外と。まあ、これを見ながらね、やっていきましょう。では、この4人でやっていきたいと思います。ちょっと立ち位置変わりましたけど、やっていきますか。いますよ。せーの。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。これ力入れちゃダメなのか。乗せてるだけですね。うん。活かせないようにするとかもダメですよ。やんないやんない。もう一もう一回やってみます？回。せーの。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。もう肺に行ってほしいと思って、自発的に肺に行かせるのはダメだよ。ダメですね。 もう一回言いますか。せーの。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。なんか動きそうな気配あります？疲れてプルプルしてきた。 検証終了？終了？ あと2回ぐらいやっときます。 やっときますか。いきますよ。うん。せーの。こっくりさん、こっくりさん、
どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。俺たち普段さ、会議的な、はい、会議的な目線でお届けしてるじゃん、はい、だからもしかしたら視聴してもらってる人の中には行かせないようにしてんじゃないみたいな、ああ、わざと動かせないようにしてんじゃないみたいなね。でもこれはね、行かせる行かせないも何も手を添えるだけでいいんだよね、指を添えるだけで、はい、全くあれですよ、止めようともしてないですよ、なんなら動いてほしいくらいの感じですからね、うん、動いてくれんと取れたかないやんぐらいのね。そうだね。っていうか次に進むためにこれなんならやらせしないけどはいにやった方がいいんじゃねえぐらいまで芽生えてきてるけどね。うん、じゃあ一回3人でやってみる。3人でやってみます。じゃあ俺は3人がやってるのはちょっといきますよ。はい、せーの。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。なんか、ああでもそっか、完全に指を静止状態にはできないから、あ、それはもちろん動きますよね、多少はぐらいって説明できるレベルの震えだよね、はい、震えというか動きというか、うん、そうです。でも肺に行くほどそんな動くはずがないと思いますけどね。これちょっと台が斜めってるのが悪い、そういう問題じゃない、もう無理じゃないですか。確かに。でもそもそもこのコックリさんって不安定な台でやるのがなんかセオリーらしいですけどね。あ、そうなの。はい、じゃあ最高の台じゃないですか。うん、不在ってこと、いないのかな。うん、まあ、もう一回言っときますか。いきますよ、せーの。コックリさん、コックリさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。動かんやん。動かん。俺らの動画ってさ、懐疑的じゃん、はい、いや正直誰が見てくれんのって思うけど、はい、それ以上にこの動画誰が見てくれんのマジでどうしようもないなこれだって始まりもせえへんもんな。うん、他の人どうやって始めてんだろう。いや動くんじゃないですか、はいに。あ、来てくれて、はい、こくりさんが。これさ、目隠しの状…目つぶってやるとかじゃない。違うでしょ、そんな手順書いてないですよ。そうなんだ。全員目つぶった状態だとさ、自分がどれだけ力入れてるかもわかんないじゃん。はい、なんか進みはしそうじゃない、いつの間にかこの位置にみたいな。あ、目つぶってやります。じゃあ最後、うん、いきますよ、せーの。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。目つぶってよ。つぶってますね。ああ、本当につぶってるっぽいな。まだ目つぶっててね。はい。え、ちょっと待って。まだ目つぶってよ。お。はい。ちょ、マジで？意外にその位置に。やば。さつさんの大大根が始まる。いやいや、バレてるんかよ。もう微動だにしてないよ、うん、目開けてください。でしょうね。いやこれどうしたもんかね。僕は変やないかい。あんまいないんじゃない。そのやる側がやる側がこっくりさんをやりたくて歩み寄るっていう。いやそうですよ、うん、歩み寄ってんのに動いてくれへんかな。そうだね。来ないけどスピボだけやってみますか。スピボだけ流してみます。こっちに返事があるかもみたいな。まあ最後それだけやって一旦コクリさんは終わりますか、はい、行きますよ、せーの。コクリさん、コクリさん、どうぞおいでください。
もしお入れになられましたら、はい、お進みください。もちろんね、肺に進むだけでなく、こう、スピボを通じて何かしらコンタクトを取っていただいてもいいんですよ。いらっしゃらないですかね。いないっていないって言ってますいない家に動くかな。コクリさん今日は不在みたいです。それかイルス。あ、イルス。こいつらにはちょっと行ってもおもんないしなって思われてるかもしれないですね。かもしれない。こいつら行ってもビビらへんしなって。コクリさん以外の誰でもいいけど、いませんか。うん。じゃあ一旦ここまでかな。はいはいはい、ということで、はい、コクリさんをまあ一通りやっていましたと、まあこういう結果になりました。もしかしたら自分たちが参考にした手順が間違ってる可能性もあるので、それはないそれはないと思いますけどねあ、そう、うん、もしね、万が一、いやそれじゃ動かないよみたいな、うん、そもそもこの手順が抜けてるよみたいな、そういう情報があったら教えてもらいたいですね。ぜひコメントくださいですね。はい、で今日はリクエストいただいた中で、そのコクリさんとスピリットボックスを合わせて使ってほしいっていうリクエストがあったんですが、まあご覧の通り何もなかったという検証結果でした。何もなかったです。ここで使ってほしいとかあれば、そのリクエストをいただければ行きますので、そうですね、ここでやりたいと思います。主に関東なんですが、関東でね、はい、いやここでこっくりさんしたら何かは絶対起きるよっていう場所があればね、はい、積極的にね、はい、行ってこっくりさんまた試したいと思います。はい、ではちょっとね、予想通りというか、まあ予想通りの展開ではあるんですけど、うん、ちょっとこれだけじゃね、この動画は終われないということで、もう一点、暗闇検証とお経を流す検証をしてみたいと思います。でそのお経なんですけど、まあ、携帯である電話番号にかけたらお経が流れるっていう、まあ実際に試したことはないんですけど、うん、あるらしいので、それをやりたいと思います。ああ、じゃあかけてみないとお経流れるかわかんないってことね。ですね、うん、はい、まあお経っていう線もね、コメントいただいた方がいらっしゃってん、はい、ありがたいことに、ちょっとそちらを参考に、ではまあ早速やっていきますか。行きましょう。はい、小山のアニマル動いてます、はい、で今限りなく暗闇にもう近いですね、はい、でこの状況で電話かけて、はい、お経を聞いた時に何か自分たちの身に変化があるか、はい、まあカメラには映ってないんですけど、ちょっと離れたところにね、一応赤外線、人感センサーも置いてるんで、はい、ということで早速電話をかけてみましょう。はい、でいきます。ぜひね、調べていただいたらすぐ出るので、お経が聞ける電話番号があるので、ぜひかけてみてください。ではかけてみます。はい、ただいまよりお経のパワーを送ります。なんかこれ聞いたことある。あまり考えずにそのままの心で受けなさい。あ、ごめんなさい、こっちじゃないかも。こっちじゃないとこあるんだ。宇宙のパワーの声もあるんですよ。あ、そっちかかっちゃった。はい、ではお経の電話番号にかけていきます。ただいまよりお経のパワーを宇宙かい。あまり考えずにそのままの心で受けなさい。これさっきと一緒？一緒ですね。でも電話番号は違います。これはこれで怖いけどな。
これ一人検証中聞きたくねえ。ね。いやでも怖かったな。あでもこれがお経っぽいです。あ今のが？はい。ああ宇宙人とコンタクトを取るのをお経と言ってるみたいですね。まあ仕方ないので最後に 19Hz の音出してみますか。出してみますか。確かに。人間の耳が音として認識できる周波数が 20Hz 以上で 19Hz 以下は音になる前の音というか、まあ、風切り音だったり肌感で感じることはできるけど実際音として人間の耳が認識できる音ではないんですよね 19Hz 以下、はい、ただ 19Hz 以下の音を聞き続けると心理的に不安定になったり、うん、でその心理的な不安定そのメンタルへのダメージというかその不安な要素が膨らんで本来ないものを見るようになったり、はい、幻覚幻聴、うんまあ、それが、まあ、これはいわゆる幽霊は脳で見てるっていう説につながるんだけど、はい、っていう説があるんでね、はい、19Hz を意図的に流してみて幻聴幻覚体験することができるか暗闇の中で確認しましょう。はい、では今から 19Hz の音を流しますので、まあ、もしね気分が悪くなる方がいましたら視聴をおやめください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では流していきます。はい、まあ、これ音量マックスです。確かにねスピーカーから音が出てるのでそのスピーカーから音が出てるなっていう感じはしますね。ただその音がどんな音かっていうのは聞き取れないですけど感覚的に流れてるなっていうのが分かるっていう感じですね。そもそも 19Hz が聞き取れないのでなんか流れてるって感じはしません。ここからするなんかめっちゃわかりやすいかわかんないですけど冷蔵庫の動いてる音ぐらいの。ああそうだね。俺めちゃくちゃ遠いところでかろうじて届いて聞こえるスズムシ。スズムシ、うん、ああ確かに若干リーンってなってる。そうそうそうリーンってなってるよね。倍音が聞こえてんのかな。で、探索編の時ももしかしたら動画内で言ってるかもしれないんですけどそもそも 19Hz の音って機械のスピーカーからも出せない音なんですよね。そもそもそういう設定になってないというか、うん、出せない構造になってるので、まあ、出せない構造というか音を出すためのねスピーカーのユニット部分、はい、スピーカーの部分っていやわざわざ人が聞こえないところのねそんな 19Hz 以下も出せるようなリッチなスピーカーをわざわざ作ったりしませんもんね。うん。ということで、まあ、iPhone からも 19Hz の音が出てはないとは思うんですけどでもなんかこれが本当に 19Hz の音なんだとしたら体感では感じてるってことか。音自体はなんか、うん、若干流れてるなって感じはやっぱりするんで、うん、なんかでもずっと聞いてたらなんかね最初聞き始めはなんかスピーカーから鳴ってるなって感じなの。はい、自分の体の外から聞こえる。まあ当たり前だけど、うん、でもずっと聞いてるとそれがだんだん自分の脳内でこうずっとああ確かに確かに巡るような感覚にならない。うん、そうかもね。サイクルするというか、うんうん、って聞こえてる音っていうなんか感覚じゃなくなってくる。そう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 脳に入ってなんか
頭の中でギーってなってる感じ、うん、家庭って幽霊が見えたか見えてるかって言われたら別にそうでもないですけどね、うん、まあそもそも暗闇なんでほぼほぼ見えてないんですけど周り。まあこれあくまで自分の個人的な意見だけど、19Hz 以下を聞き続けると霊が見えるっていうよりは、厳密には19、その心理的に不快感を抱いてしまうってある程度立証されている 19Hz 以下の音を聞き続けると、うんうん、その人間のメンタル的な部分がより不安になることで、うん、なんだろう、ちょっとした影の揺らぎとかが幽霊とか、はい、そうだから気の持ちよう気の持ちよう気の持ちよう結果気の持ちような気がする俺は。まあそうですね、その 19Hz が直接幽霊見えるとかに作用してるわけではないと思う、うん、ただねやっぱ人間どうしてもこうなんていうの、気から病っていうっけ、はい、病は気から、病は気からか、はい、っていうぐらいだから、そうだね、確かにずっと聞き続けると、うん、なんか歯がゆいみたいな感じになるから、うん、それが自分の中でめちゃくちゃ不安に駆り立たれてゲシュタルト崩壊じゃないけどね、はい、まあ、そういった気持ちから周りの環境のちょっとした変化とかをこう脳内でデコルメされて幽霊に感じてるのかなって、うん、実際にそう見たというかそう感じた方は、うん、そうなんじゃないかなっていう、うん、まあ考察ですけどね、うん、だってさ世の中にあるものでそこに存在しないものが見えたって自覚を持った人は幽霊って例えがいなくない、逆に、うん、宇宙人とかじゃないじゃんもうね。そうですね、だどうしてもこう脳内で見えちゃったものは本人にとってはないものがあるように見えたから幽霊以外の表現ができないから、それが巡り巡って 19Hz を聞くと幽霊が見えるになってんのかなって思いますね。うん、まあ僕らがね全く、まあ、今まで見えたことないのでそういう体質もあるでしょうし、もしかしたらそのカメラに映ってるかもしれないし、カメラに、うん、カメラでは聞こえてるかもしれないし、聞こえたらコメントください、よろしくお願いします。まあ、実際ね、本当、ね、ことあるごとに言ってるかもしれないですが、うん、幽霊を否定したいわけじゃないんでね、はい、見たい方見にどうやったら見れるかっていう検証をしてるだけなので、そこだけご理解いただければと思います。はい、今後もね、こういう場所でこうしてほしいとか、もうちょっと今やってる検証をこうしてもらいたいとかね、感じたこと、気づいたこと、もうどんなコメントでもお待ちしてます。はい、もう今日の動画正直何もなさすぎてどこ見ればいいのみたいな本当に出すよねこの動画、うん、まあ、元にしようかちょっと悩みましたけど出すでしょう。これがリアルということです。3夜連続でスペシャルをご覧いただきましていかがでしたでしょうか。ぜひねこれからもいろんな心霊スポット行きますので、理研のオカルト研をよろしくお願いします。お願いします。ではチャンネル登録高評価ぜひコメントもよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、理系のオカルト研、以上になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。